新年明けましておめでとうございます。ついにやってきたねえ2016。そうだな。さっさとコンプリートしないと大変だぞ、わら。そうなんだよな。というわけで鉱山で通常戦です。あれ、ロード長いな。今回は、前回予告した通り日本戦車ではありません。PT7。この車両を知らない方に解説しますとですね。おいまた解説かよやめろって。点火方式がクリスティ式でタイヤの周りを履帯が回っているという戦車です。ちなみにワールドオブタンクスでは主砲は単方針の榴弾砲です。当たらない。おう。結構やればできるじゃないか。真面目にやれば。そうだよすごいでしょ。いや、普段からやれよ。気が向いたらね。それでは今年1年頑張って参りましょう。おう。進軍開始。ご覧の通りの加速性能。最高速度もすごいだろこれ。まあ、もっと速いやつ結構いるけどね、わら。そうなのか。そうそう、最近クライアントを HD にしましたよ。前まで SD だったのか。実はそうだったんだよね。そんで HD 化したらもうすごいよね。影から水面の波紋から全部丁寧に描写されててさ。そうだな、あれは私も驚いたぞ。この動画はまあ、ネタ動画だからめちゃくちゃなことしますよ、わら。めちゃくちゃなこと？とにかく突撃するこれでいこう。おう。さてさてさて今回の BGM の時間です。今回は私が流したかった曲を。何流すんだ？もうちょっと待っててよ、いいタイミングに流し始めると最後かっこよく決まるんだ。そうなのか？そうだよ。ほらあと少しだけ待って。それでは、どうぞ。はいというわけで、知ってる人ならすぐわかるこの曲。ロシア民謡カチューシャ、です。おーん。このカチューシャはアニメ、ガールズ&パンサー、通称ガルパンで使われたバージョンです。へえそうなのか。すっごい棒読みね。まあ、この BGM は雪のマップで流したかったけどね。ロシアっぽいな。あと日本の曲だったら雪の新聞とかね。名前まんまだな、わら。速さで覇王翻弄、わら。まあ、命中精度はクソだけど近づけば問題ない。ドーン。おいとかの榴弾砲に比べると音が軽いな、わら。確か47ミリじゃなかったっけ？おいは150ミリ。圧倒的なさ、わら。ここの坂を駆け下って敵陣地に突っ込みますわらわら。やっはぁ。幸い駆逐戦車がロングを見てなかったな。まあ、このギアだから駆逐戦車いないしね。ああそうか。敵の自走砲を発見。誰だ今潜水艦って言ったやつ。ドーン。楽しい。次は後方でイモイモしてるハゴさんですよー。離体修理完了。よし突っ込め。わら。ゴー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 。弾いた、わら。ドーン。次は貴様だー。なんて読めばいいんだ。ライトタンクパンサー35かな。英語とドイツ語が混ざってるよ、わら。はいドーン。うむ、いい。実にいい。もうこの辺から狙撃とかしちゃうわ。そういうテンション。ドーン。うむ、いい。とてもいい。最高だ。最後は綺麗な歌声と発砲音をお楽しみください。そんなわけで戦績です。なんと、トップガン取れました、わら。そしてマスターバッジ1である。よだめ499で圧倒的1位。榴弾砲は強い、いいね。射撃回数12発中命中6。まあ、そんなもんか。というわけで、皆さん本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。